TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。3月14日ホワイトデー、時刻は5時11分。今日はもう本当まさに春の到来というね、非常に晴れ渡った、すっきりしたいい日曜日なんですけれども、でもね、ちょっとやっぱり変異種も気になるところで、自粛期間も延長されるのかどうかちょっと気になるところですけど、今日はでも結構人多かったね。ちょっと六本木ヒルズに来た時はあれと思うぐらい、まあ天気がいいんで仕方ないのかもしれませんけど、まだまだ皆さん気をつけましょう。さて今日は私、嬉しいご報告があります。初めて娘が私のことをパパと言ってくれました。まあ結構大体赤ちゃんっていうのはバブバブバペバパパこんな感じで喋るんで、もしかしたら多分まあいい風に捉えて、ただねパッと娘の方が先に起きていて、パッと会ったらおはようって言ったらニコーっとして、で寄ってったらパッパって抱きついてきたんですよ。もうこれでもうパパメロメロですね。もうやばいっすよ。本当になんかちょっとジーンときちゃってさ、未だに今これを話してて、今その情景が、娘の顔が思い浮かんできます。まあそんなお話はね、どうですか、ホワイトデーになかなかいいお話だと思いませんか。作り話です、嘘です、本当の話です。さあこちらも本当、最新のトップ5です。おっと、5位は王座陥落、オフィシャルヒゲダンディズムユニバース。先週5週間ぶりに再びトップに立ちましたが、今週は4ポイントダウン。4位はアルフィー・テンプルマン、 Everybody's Gonna Love Somebody。 18歳の若きシンガーソングライター、日本のシティポップに影響を受けたというこの曲、先週10位から6ポイントのアップです。3位は星野源、創造。親は好調ですが、先週2位から一歩後退。2位は東京スカパラダイスオーケストラフィーチャリング長谷川博士、会いたいね。こちらは先週4位から2ポイントアップでトップ目前。ということで最新の TOKIO HOT 100、新たな1位の誕生です。ヒゲダンから1位を奪取したのは aiko でした。親に加え、ニューアルバムどうしたって伝えられないから、こちらからのセールスポイントを大きくゲットし、先週6位から一気にトップへ。 Here's our brand new number one aiko磁石。はい、ホワイトデーに発表したトップ5、次回放送は、100曲カウントダウンに加え、テンパレーとモノのアワレ2組、ゲストで登場。さらに当日無料オンラインで開催される TOKIO HOT 100 フェスティバル、追加チケット情報もあります。お聞き逃しのないように。 J-WAVE Podcasting TOKIO HOT 100。